こんぴらさんの名前で親しまれ、年間400万人が訪れる琴平宮。長い階段を登ってくる参拝者の楽しみの一つが御朱印です。日付が入るので、あの時こんなだったねとか、ここはどうだったねみたいな、はい、思い出作りにちょっといただいて、はい、おります。その御朱印を書いてもらう御朱印帳、琴平宮オリジナルとしては2作目のものができました。785段の石段と海の神様であることを示す波がデザインされています。琴平宮のキャラクターとして人気のこんぴら犬もデザインされ、旅の思い出を彩るアイテムとなりそうです。まあ、可愛いって思っていただけたら、まあ、私たちとしてもありがたくて、まあ、幸せさんこんぴらさんというのがスローガンでございますので、まあ、やはりその幸せになりそうだなとか、楽しそうだなっていうふうに思っていただければと。共同で企画したのは航空大手の ANA。 コロナ禍で参拝者が半減した琴平宮のにぎわい復活に役立ちたいと協力しました。 ANA は全国の神社や寺で同じ企画をしていて、今年2月には善通寺市の総本山善通寺の御朱印帳も発表し、人気となっています。ANA が、物を運ぶや人を運ぶだけではなくて、それを通じて地域と のいろいろな交流をということで、こういう企画も始まっております。交流や人の流れを生み出してくださると信じております。この御朱印帳は境内で3000円で手に入るほか、高松空港などでは ANA デザイン版を3300円で買うことができます。